私はパニコ。とある大手企業で働いている35歳です。大学を卒業してから仕事一筋に頑張ってきたこともあって、会社では主任を任されているの。仕事や実績を評価されて、責任のある地位につけているけど、その分責任も重くなるので、ちょっと大変。パニコさん、この書類確認してもらっていいですか？はーい、急ぎ。あ、明日の夕方までに提出するように言われてるので、それまでに間に合えば大丈夫です。了解。マリは私の部下。うちに入って2年目なの。仕事はしっかりできる子なんだけど、とっても慎重だから、こうして私にいつも確認を頼んでくるのよね。すみません。パニコさんも仕事いっぱい抱えてるのに、早く独り立ちできるように頑張ります。前向きな部下の仕事っぷりは、見ているだけで気持ちいいもんです。まあ、マリのような部下ばっかりだったら気持ちも楽なんだけど、実は私は今、すごーく困ってることがあるんです。主任になってから新人教育も任されている私。たった一人だけ問題児がいるんです。パニコさん、この書類の意味がわかんないんですけど。来ましたよ、スズネ。私はこいつにものすごく手を焼いてるんです。書類の意味がわかんないって？スズネさん、あなたに頼んだのは、エクセルシートへの入力でしょ？入力？そう言ったわよね。へぇー、入力するだけなんてつまんない。つまんないって、入力はもう終わったの？終わってないですよ。え？この提出は今日って言ったわよね。だって、フェイとかボーとかの入力がわかんないんだもん。マジか。スズメはこんな感じで頼んだ仕事ができないどころか、入力さえも録音できないの。あのね、わからないときは早めに聞いてもらえるかな。私がいなくても他の先輩たちも周りにいるわけだし。私のプライドが許せないです。パニコさんっていちいちうるさいですよね。え？私、仕事ができる女なんです。は？いちいち指図しないでもらえます？ありえますか？毎日この調子なんですよ。実はスズネ、うちの部長のコネ入社なんです。1年前に再婚した部長の奥さんの娘。そう、義理の娘になるんですよね。しかしまあ、今までどう生きてきたのか知らないけど、常識知らずで仕事もできなさすぎ。遠目で見ていた部長、苦笑いして逃げるように立ち去りましたよ。あんたの娘、できなさすぎだからって、大声で言ってやりたい。でもまだ、スズネも入社して3ヶ月だし、もしかしてそのうち芽が出るかなって、本当に小さな期待を持ってたりして。まあ、そんな私の期待を裏切られるのに、時間はかからなかったんだけどね。数日後。それから数日が経って、マリーが大慌てで私のところにやってきたんです。パニコさん、これ、見てください。マリーはそう言って、私に発注の書類を見せてきたんだけど。は？何これ？私も驚いたんです。問い合わせましたが、すでに発送済みで。それは、我が社で扱っている茶葉の発注書類。世界一高い茶葉とも言われている中国茶の大広報が1キロも購入する予定になっていたの。なにこれ？大広報は100グラムで1400万にもなるって言われている高価な茶葉。よほどセレブで茶葉好きじゃないとなかなか買わないのよ。どうやら鈴音さんが勝手に注文したらしくて。マリさん、ちょっと鈴音さん呼んできてもらえる？さすがにこれは私もフォローしきれないわよ。本当に鈴音はなんてことをしてくれたのかしら。数分後、マリに連れられて鈴音が私のデスクまで来ました。マニコさん、どうしたんですか？どうしたんですかじゃないわよ。どうして勝手に発注なんかしたの？マニコいけませんでした？あのね、発注ミスどころの騒ぎじゃないわよ、これ。私はそう言って、
スズネに発注書類を見せました。誰に言われて発注したの？そもそもまだ入社したばかりのあなたが勝手に発注しちゃダメでしょ。ちゃんと私に指示を仰ぐように何度も言ってるわよね。私の注意も聞こうとせず、あくびをしたりスマホをいじるスズネ。ほんとりゃ、聞けよ。スズネさん、聞いてるの？は？聞き逃しちゃった。それで何ですか？だねー。あのね、あなたがやったことは大きなミスなのよ。ミスなんて言葉じゃ足りないほどのミス。はぁ、だって飲みたかったんだもん、その茶葉。超効果って聞いたことあったし。聞いたことあったしじゃないわよ。この茶葉の金額がいくらか知ってるの？だって会社がお金払うんでしょ。私はちょっとだけ飲ませてもらえればいいわけだし。こいつ、こいつにつける薬はないのか。あのね、発注にもちゃんとしたルールがあって。あー、もう怒ったもんね。何？スズネは私の話を聞こうともせず、大きな声を出したと思ったらこう続けたんです。そうやって怒ってばっかり。怒っても部下は伸びませんよ。無能上司のアドバイスは不要。部長のパパに言ってクビにしてもらう。はぁ？私のやることに必ず文句を言うじゃないの、パニコさんって。仕事ができる私からすれば、あなたみたいな無能な上司マジで邪魔なの。無能上司のくせに私に意見するな。そうだ、今から私と一緒に部長のパパのところに行きましょう。はぁ？なんで一緒に部長のところに行くの？今はそれどころじゃ。だから無能な上司の教育能力のなさのせいで鈴音は間違っちゃったんでしょ。だったら無能な上司は自主退職するかクビにしてもらうかの二つに一つじゃない？はぁ？パニコさん大丈夫ですか？隣にいたマリもさすがにびっくりしたみたいね。大丈夫よ。スズメみたいな女にはしっかりお仕置きする必要があるのよ。こういう女には縦社会の厳しさを教えてやらないとね。いしし、パニコさん、ちょっとここで待っててくださいね。私パパを呼んできますから。へいへいへい、お好きにどうぞ。私を会議室に置いて部長を呼びに行ったスズネ。待ってる間ぼんやりしている私じゃないわよ。ちょっと知り合いに電話をしてみました。きっと助っ人になってくれるはず。そしてそれから数分後、部長を連れたスズネが戻ってきたんです。パニコくん。私が会議室にいることを知らなかったのか、部長はすごく驚いたの。スズネくん、一体どういうことだ？いやーね、パパったら、いつも通りスズネちゃんって呼べばいいのに。ここは会社だからな、家と同じというわけにはいかないだろう。ふーん、パパも面倒なこと言うのね。あのね、パパ、パニコさんを今すぐクビにして。何？だってね、パニコさんって私の仕事にいちいちケチつけて、私いびられてるの。はぁ、だからさっさとクビにして。パパは部長でしょ。部長なんだから、しがない平社員をクビにするのなんか簡単よね。ニヤニヤしながら私を見て、そして部長を焚きつけるスズネ。でもね、部長は強い口調でこう言ったんです。お前、社長が誰だか分かってるのか？すると誰かが会議室のドアをノックしたんです。どうやら待ってた人がやってきたようですよ。失礼するよ。え？誰？誰ってあんた。お前、自分の会社の社長も知らないのか？え？社長？俺もまだまだだな。社員に顔覚えてもらってないなんて。わざとらしく笑った社長。だって、パンフレットの写真と全然違うじゃん。そんなに違うか？まあな、ありゃ奇跡の一枚ってやつだ。まあいっか。あのね、スズネ困ってるんです。社長がこの無能なパニコさんをクビにしてください。ああ、無能？
そう、無能なんですよ。今日はスズネの発注にも文句言ってきて、とにかくいちいちうるさいんです。だから社長がクビにしちゃってください。はあ、珍しいな。パニコくんが無能だなんて言われるの初めてじゃないか。そう言って私をチラッと見た社長。そうですね、有能と言われたことはあっても無能と言われたのは初めてです。鈴音くん、実は俺のところにもいろいろと話は来ているんだけどね。やっぱりパニコさんの話は社長にも届いているのね。いや、パニコくんの話ではないよ、君の話だ。え、私の話？ああ、私が仕事できるってそういう話が社長のところにも言ってるんだ。おいおい、どんだけポジティブなの。残念ながらそんな話は何一つ聞いていない。君は自分の仕事をできないからって言って同僚たちに回してるらしいな。女性には私のパパは部長なんだからねと威圧して、男性にはボディタッチで甘えて仕事を振るんだってな。はっ、会社の社長なのにどうしてそこまで。ああ、私が話してたからね。はっ、パニコさんが。ですね、お前本当に何も知らないんだな。さすがに部長も呆れ顔になっちゃいましたよ。パニコは私の娘だが。え、聞いてない。まあ、あえて私は社長の娘ですって話はしてないけど、ここで働いてる従業員たちはみんな知ってるわよ。ひきょうよ。ひきょう？そんなこと今まで一度も言われたことなかったけど。だからね、今まで私に横柄な態度をとってたのは社長の娘だからって調子に乗ってるのよ。パニコが本当に君に横柄な態度をとったのかね。そうよ。ちなみに私のところに君への意見をしてきたのはパニコだけじゃない。同僚たちからの声も上がっている。嘘。本当よ。その時会議室のドアが開いて、マリオ先頭に従業員たち数名が中に入ってきたんです。あなた、パニコさんの話を聞かないし、私たちにも仕事を丸投げしてるじゃない。そうよ、いつもいつも自分のミスを私たちに押し付けて。君みたいな人と仕事をするとこっちはストレスがたまるんだよ。この時を待っていたとばかりに、私以上に怒りを爆発させる同僚たち。何よ、寄ってたかって。仕事のことだけじゃないわ。あなた、25歳にもなって社会人としての常識はあるの？週に3回は寝坊して遅刻、入力はできないし、書類整理もできない。何度注意しても直さない。そんなに迷惑を。部長も私に娘のことを丸投げでしたけどね。この子を教育するのは本当に大変なんですよ。すみません。パパ、部長なのにそんな訂正な。仕事ができないだけじゃないだろ。私のパパは部長なんだからと、買い物したものを経費で落とせと、最近は領収書を経理部に持っていくようになったらしいな。そんなことまで。それに、ついさっきもやらかしてくれたらしいな。えっと。勝手に最高級の茶葉を自分が飲んでみたかったからと言って発注したって。それも、ものすごい量な。部長、もう君の娘の面倒は我が社では見るわけにはいかない。そんなパパ、なんとかして。悪いのはあなた。パパが部長でもどうにもできないわよ。すずねくん、君は解雇させてもらう。それと発注した茶畑が向こうの責任者と話してなんとか半分にしてもらった。それでも我が社には必要のない茶畑だ。その代金は君に損害賠償として請求するからな。そんな。当たり前よね。勝手にやったことなんだから、しっかり自分で責任取りなさいよ。それと部長、君にはとんでもない娘をコネ入社させたってことで、降格だ。仕事ができる娘なんです、と、君の言葉を信じてしまった私も反省しなくてはならないけどな。社長。あらら、まさかの部長は降格って。ま、それも自業自得でしょ。こうして
部長とスズネにはがっちり制裁が下ったの。部長は降格したんだけど、周囲からの不正に耐えきれなくなって結局退職。さらにスズネのことで再婚相手と言い合いになって離婚もしたんだとか。問題児スズネは会社からの損害賠償を支払うためにあれこれとバイトを掛け持ちしてるって聞いたわ。元部長も同じようにアルバイトの日々だそうで、弁護士も挟んだから逃げることなく頑張って支払ってるみたいね。スズネがいなくなったことで私たちの部署には平和に仕事ができる時間が流れてるの。さあ今日も無事に一日が終わりましたよ。みんなお疲れ。今日はみんなで飲みに行く？本当ですか？うん、気になる居酒屋があってね。よかったらみんな付き合ってくれない？私おごっちゃうから。行きまーす。パニコさんについていきます。あらら、みんな本当にノリがいいんだから。でも部下たちのストレスも減ったみたいでよかった。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。